ホムホム。な、ジェニー、何を読んでるでござるか？ジャパニーズヒストリーブックです。これでジャパンのこと学ぶです。 But まだ侍が出てきません。日本のヒストリーは長いでござるからな。そういうことならエミリーも一緒に勉強するでござる。チャンス。 What's happened? 白石殿に緑川殿、どうしたです？ふふん、二人にお知らせがあってきたんだ。お知らせでござるか？前言ってたルーズソックス先輩なんだけど、なんと今関わってるアニメの制作現場に招待してくれるって。 Oh my god! それはすごいでござる。 But 邪魔しちゃ悪いので辞退するです。マジで？どったの？喜んでくれると思ったのに。喜んでるし感謝もしてるでござる。この前特撮の撮影現場に見学に行ったのです。ものづくりをする人は真剣そのものでござる。そこで邪魔したら悪いと気づいたのでござるよ。ああ、そういう感じだったら逆にいいんじゃない？どういうことでござるか？招待なんだけど、ちょっと事情があってね。作ってるアニメってのがジェットレースが題材らしくて、指導用に真夏たちを撮りたいらしいんだよね。Oh my god! アニメを作るのにヘルプできるですか？そうそう、しかもクレジットにも載せてくれるって。すごいでござる。一生の自慢になるでござるよ。それで何をすればいいですか？こっちの方で録画しとくから、走る姿を撮影させてほしいんだよね。つまり、うちらとジェットレースで試合すればいいってこと。夕日に染まるネオン日本橋、一日の終わりを迎えようとするこの街ですが、まだ終わらない、まだ終われない。コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい爪で攻める姿勢が必要。
くしてお宝なし、今でござる。うん、これは驚きました。思っていた以上の成績。アップウェイ、トップでゴールです。オーマイガー、もうジェニファーは剣豪ですね。ござるが、今の感じで良かったですか？資料になったですか？ああ、いいんじゃね？てか、うちらまた負けちゃったけどね。いいじゃん、今回は勝ち負け関係ないし。そうでござる、少しでもルーズソックス先生の役に立てれば嬉しいでござる。じゃ、動画を持ってアニメの制作会社に行こっか。アニメの制作現場、特撮の時と同じです。みんな忙しそうに作業してたです。エミリーたちが好きなものは熱意と努力で支えられているのでござる。白石殿、緑川殿、本当にサンキューです。何何急に。エミリーたちは忍者になるために日本に来たのでござる。マジ？そうだったの？でも表のクールな部分だけをルッキングしてたです。
忍者になるのなら地道な努力が必要でござる。イエス、チリも積もれば山となるです。二頭追う者は一頭も得ずでござる。うん、なんかよくわかんないけどね。上がったんだったらよかったじゃん。だね。これにて一件落着。 Today もベリーハッピーな日だったでござる。特訓した